こうさくさん。お前、お前。うん、こうなっちゃう。うん、こうなっちゃう。まっすぐで見て。まっすぐで見ながら、こう、うつ感じが。 前はもう本当に自然体で山崎さんが言われた自然体にしといてボールに合わせていく方向ね頭で,で時間に合わせてはい瞬間打球っていうのを取ってほらそうで打て,打てそうな時にパカッとそう打っていくはい左足があっちの方に飛んでいきます 本本当の基本どうぞさて何でしょうちょっと考えてくださいでこれをこれを何のためにやるかというとリードステップ今アープで使っているリードステップを紐解くということになります。でこれいきなり入ったらとててても難しくて深く深 大変なので、こういうところから入っていってリードステップということを理解していただきたいなと思っています。このリードステップってね、ステップとあ,あステップっていうのは別にこの足こうステップこれがステップじゃないんですよ。段取りするとかステップを踏んで次から次へとやっていくとかそういうステップですから、足をこう動かすというだけのことではないというふうに解釈してください。 でそのステップっていうのは段取りでありますということで何のために次の次の動作をやりやすく自分の動作をやりやすくするために運動をやりやすくするためのここの場所でこういう,ふうにしましょうということなんですじゃあまずリードステップとはなんぞやということをもう一度言っときます。 初めての方もいらっしゃるので、まあ、本当はこういうふうに書いて渡そうと思ったんですけども一枚の紙にこんなふうに書いてもらえたらと思います横向きがいいかな卓球台を使いますので卓球台をまずここちょっと立体的に入れてくださいちょっと立体的にあんまり立体的じゃないかな、まあ、でここにこちら側を自分 自分です。こちら側を相手です。相手。さて、リードステップっていうのは、自分がボールを打ちました。うん、そこから入ってきますね。打ちました時に、ここでまあ自分がボールを打ちました。飛んでいきます。こう来て、弾んで、ボールが飛びました。 どうぞここまで大丈夫ですかのイメージしながら書いてほしいんですね。あ,あ自分がボールが飛んでいってバウンドして相手コートに行きましたさてここここは自分が打ったボール打ったボールごめんなさい。ボールが 相手コートにバウンドするところバウンドするところこれこれこここれですちょん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 と下ろしていきましょうかこ,れこの時にこの時に次の動作が すぐさますぐさまできるように準備するこの地点これをリードステップと一応まとめて言ってますリードステップ自分が打ちました打ったボールがバウンドした弾んでいって相手コートに飛んでいきますこれを こ,こ,のこの時に何を思っていや次相手の人が打つでしょ打つのをそのここら辺で次打ってくるのを次すぐにすぐ動き出せるようにそれは足であるかもしれないしちょっとバウンドかもしれないし合図的なものをこ起こしてスッと歩く時にこう「はい歩いてください」歩けないでしょちょっとこう緩めてこう歩いていくと,いと同じようにこの。 この準備をここでしてしまう。ということがリードステップの言ってる意味です。普通にショート打ちをするとしますね。最初必ずこうやって時間に合わせるんです。から最初から強いボールなんか絶対打たない。で、やってきたら、大沼オーナーさんのこのボールこれ、これぐらいだな。こういうふうにして、ふわーっと入ってる。見てるのは前面。前面を見ながら、ちょっと入っていくる。です。 絶対こ、こっちへ来ないので。皆さんの見てるとちょっとね、こう、視野がちょっとこう、ちょっとどうか、こう、まっすぐに、まっすぐに見て、まっすぐに見ながら、こう、打つ感じが、ちょっと弱かったんですよ。ちゃんとやろうとして、寄りすぎる。アジャストステップ踏んだり、ちょっと寄っちゃったり、それをちゃんと打とうとして、回しすぎてるっていうのがあって、こう、置いときながら、上手にね、 ちょっとこうやったでしょあれぐらいの感触でちょっとこう持っていってあげて打てばスマッシュがバカッと持っていけるようになるし。それからカット打ちカット、薄いさんカットしてくれますか。カット打ちも、こう結局、ゆっくりがある。ゆっくりなのに、ずーっと体上に力入れてる方が結構多い。だカット打ちが本当に上手になってきたら抜けてくるから。 トップスピンのボールも上手な、狭いですか大丈夫ですかいいですね。もし力いっぱい入れてると、こう体に力入ってるわけ。時間がいっぱいある中。もう、いっぱい力いっぱいこう入っていく。でも、ほら、もう時間いっであるんだから、ある間はもう、こう何だ、なんだっていいぐらいにしといて、なんだっていいぐらいにしといて、でちゃんとしとく。まあ、実際にはこんなにみっともないカットはしませんけど。 力抜いて、力入れます。力入れて、力入れて、力入れて、こうなる。こういうふうにカット力入る。だけど、スーッと抜いとくの。だから、カット打ちなんかはもう本当に、もう、打つ、打つ瞬間はちゃんとパワーいるけれども、あの、打たないとね。でも、打つ前はもう本当に自然体で、山崎さんが言われた自然体にしといて、ボールに合わせていく。 方向ね、あと危ない。で、時間に合わせて、はい、瞬間打球点のを取って、とっと打てる。悪いけど、すいません。あお前秋ですアキレスけん切ったら困るからね。<laughs> うん。<laughs> だから、こうカットを打つのも、ストップ、フュッてやったでしょあれもほとんど力加減も一緒なんですよ。もっと力抜いてるけどね。 だからこうやって自分コントロールで体の力を上手に抜いて、ボールはいつも目の前で見ながら安心感を持って卓球していくのが自分が卓球をやってるということです。やらされてるんじゃなくて、あカット打ちはこう打たなきゃ、あ、カットだよ、こうだよ、こうだよとかってやってたらいつまで経っても上手にならないね。そういう時間割あって自分が このカットのボール打ちましょうというところに置いといてもらわないとね。これは力が入ったのね。打つ前にね。準備ができたらね。そう。だから最初そうやって。まずね。あの、強いボールを打たないの。まず合わせていく。そうそうそう。こんな感じ。で、それでこう分かってきたら、そうそう。こんな感じに力抜いといて。ほら、そう。 で打て、打てそうなときにパカッとそう、打っていく。力抜いてね、力抜いて。OK、綺麗ね。<laughs> 何か意識したな。ちょっと、うんあの、途中乗れなかったですあ乗れなかったね。どこが、どこが動いたそれちょっと教えておいてほしい。ちょっとね、先に動いちゃったんですね、うん。先に動いた。動いたときに、あ、ドルな、うん、に先に動いた。 先取りしすぎた。もうちょっと、のんびりね。のんびり。そうそうそう。<laughs> のんびり。いいじゃない。すごい時間に合ってる。はい、ておいたいた。<laughs> <laughs> 時間にね、はい、この、こうやって来る時間に、スーッと自分が合わせて、そうするとも、また時間を向こうに運んでいく。 そういうふうな心境でいくと、ラリーが、まあ、技術が、テクニックが、すごくきれいになってくる。無理やりにご利用しに、やっつけてやるとか、入れてやるとか、入れて、入れなきゃいけないとか、そういう余分な、こう、感じの動きがなくなってくるね。まあ、結論から言うとね、上手な人はね、まあ、自分があるということですね。技術、やり方の、打ち方の、 奴隷になってない。技、ざをやることが自分っていうことになってなる。自分が取り出してこの技をやる。だから時間を、そうしないと、時間がね、わからないんですよ。何しろこう来たらこう言って、こう言った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 らこう来て、あ、こう足出してこう言って、そういうふうに思ってしまうと、全く時間に関係なくなってしまう。で、相手の打ったボールの時間に乗るということが、まあ、あの、 今日短い時間でしたけど、非常に難しい、深いテーマをやってもらって、あの、こう、この歩き分かったでしょこういう感じでポンと当たる、そんな感じが普通の打ち方の力具合なのね。スマッシュじゃないですよ。そうするとね、もう一つあるの。本当にこの人卓球上手じゃないこの人の卓球やりたいな。ミスもないし、いいなと思う人っていうのはね、打ったボールの時間、自分ですよ。 自分が打ったボールの時間を相手にあげてるみたいな感じ。<laughs> そこまでスッと行くと、ほら、ものすごく綺麗なラリーになってくる。あげるぐらい、そうそうそういう取りでしょ時間が自分、相手のボールだけに時間に合わせるんじゃなくて、自分が打ったボールの時間もちゃんと入ってくると全部が見えてくる。